あ、失礼しました。あのね、この皆さんね、たくさんね、コインを投げていただいているわけなんですね。もうこれ見たらね、10個ね、皆さんが投稿していただいているんですが、このツイキャスというのはね、5個ね、皆さんから5個のコインをいただいたら、継続してね、勝手に30分延長できるね、そしてまた5枚やったら次に延長できる。つまり最初の30分間はスタートしてから30分間はコインはいりませんが、30分経ったらね、10枚のコインやったら、このコインがね、自動的に次の30分の延長の時間にね、変更されるのに、なぜかこの私の今やっているね、このツイキャスの中で、あ、こんばんは、ね、ありがとうございます。ね、この中において、どうもね、コインが焼却できないんですね。ですから先ほど30分のライブで消えました。ね、ですから何もね、私が勝手に切ったのではなく、この30分でストップして、まだ未だにコインのね、皆さんご覧になっておられる人はね、コイン10枚あるのになんで30分で切れたんかな。私はね、このスマートフォン、このライブをやるだけしか知らないんですね。他をいじるくまわすことを知りませんので、ちょっとね、行って知っている人にね、これを直していただこうかなと思うんですが、たまにね、それが継続する時があるんですね。さあ、途中で話が切れました。ね、改めて、私が3月1日から皆さんの前にね、お披露目いたします。これは新しいね、団体ではないんですね。私が17年前に設立して開店休業していた団体の名前、これを前面に出して、より一層の政治行政の調査に徹底的に調査を行うために、ここにね、新しく団体名、これを作った、新しく作ったのではない、お披露目します。これがそうなんですね。皆さんの前に初めてこれお披露目します。この維新の会東大阪、維新の会東大阪なんですよ。ね、この下に06-6788-1919番、そしてどのようなことかと言いますと、情報提供は06-6788-1919番まで。ね、そして内容と言いますと、ね、これは東大阪市民の皆様へ、ね、皆様方の情報をもとに、政治、行政、社会、教育の現況に、徹底した調査を行い、事実と真相の誓いを広報します。ね、広報します。皆さん、まず、ね、これは、東大阪市の皆様へとね、看板を今掲げたんですが、これ、ね、これなんですね。これを拡大したものなんですが、ね、この維新の会東大阪、皆さん、維新というね、言葉、今では知らないものはおられませんね。しかし、この維新の語源、皆さんご存知ですか？維新という語源、辞書を引いたら、維新とは新しいものを壊して、いや、ごめんなさい、古いものを壊して新しいものを作り上げる、つまり
政治で言う、政治家が言う明治維新なんですね。ところがこれは歴史的の、ね、言葉であって、語源、私が、ね、問うのは語源なんですね。いつどこで誰が何をどうした、この5つをはっきりと維新という言葉がどのようにしてできたのか、ね、皆さんがご存知のはずなのは、維新の会、維新の会、維新の会、辞書の通りに古いものを潰して新しいものを作り上げてくれる、さあ維新の会ね、大阪府民や全国に知れ渡ってから12、3年経ちますね。何か変わりましたか？自分の町が変わりましたか？ね、維新の会の議員としてバッジをつけている連中、一度私と政治論争しませんか？橋本徹氏でも結構ですよ。吉村知事でもいいですよ。松井一郎市長でもいいですよ。維新の会の政治家、私と政治論争をしましょうか。あなた方は維新という言葉の語源をご存知ですか？これは辞書には古いものを壊して新しいものを作る、つまりね、古きを否定して新しい世の中に変える、これを今の政治家は、維新の会の政治家は単なる辞書に書いてあることだけが表現できない。皆さんね、政治家というものは自分たちの国、まず自分たちの国を、歴史を知らないと、私に言わしたら日本の国の歴史を知らない者が政治家になる資格はないわけなんですね。私の知っている政治家で市会議員ですが、この人はね、あえて名前は言いませんが、ね、私とは思想信条の違う議員なんですが、本当に日本の歴史をよく知っておられる人がおられるわけなんですね。まず日本の歴史を語るには、私たち日本民族精神というのは武士道というのがありますね。例えば道、ドイツ道ですね。道という言葉、語源がいくつかありますね。皆さんもよくね、政治を語るときに、また民族性を語るときに、私たち日本人を語るときに道徳精神と言いますね。この道徳、これが全世界の国の民族というのは持っているわけなんですね。しかし民族によってその道徳が違うということをね、まず学ばないと。ね、今どうですか？昨日一昨日からロシアのプーチン大統領、ね、ウクライナへ侵攻して、今日、昨日とね、大変な戦争へ突入していっている。しかし全世界はどうですか？この地球上で戦争が絶えたことがないわけなんですね。しかし一番世界を相手に戦ったのが、私たち地図から見たら本当に小さな小さな日本の国、
途方もない敷地を持っている米国やフランスやね、ヨーロッパの連中とドイツとイタリア、さらには日本国、三国同盟を結んでね、全世界に立ち向かっていって及ばずして戦いには敗れたが、私たち日本人にとって戦いには敗れたが武士道精神の日本民族精神、つまり大和魂は世界にどのようにして銃器でいじめられても負けなかったわけなんですね。その精神だけでは負けなかった。戦いには敗れたが、その後、どうですか？資本主義社会で世界に勝ってきた。戦を、人殺しを、鮮烈な人殺しに参加して、また殺されて、殺戮されて、そしてその戦いに敗れましたが、私たち日本人の精神は、大和魂は滅ぶことはありませんでしたね。今はテレビなどでもあまり放映しませんね。しかし皆さん、戦後戦前の日本国、戦後の日本国というね、写真集がおそらく今ではね、古本屋さんに行ったらたくさん出ていますね。それを手に取って、今安いですね、古本屋さんに買ったらね、昭和の日本、このような本をね、写真集をちょっと古本屋に立ち止まられてね、立ち寄って買い上げられたら、写真集でも高くても300円500円ですね。それをね、手に取られて一遍眺めてください。昭和20年8月15日、私たち日本国全土がね、東京や大阪がどのような状況であったか、その歴史を残した写真集をご覧になったときに、焼け野原ですね。ここから私たち日本民族はたった19年ですよ、19年。昭和20年8月15日、屈辱の日、終戦の日を甘んじて受けなければならなかった日からたった19年で、今年行われたような、昨年ね、夏に行われたオリンピック、昭和39年オリンピックを10月の10日ですね、開催しましたね。昭和の写真集、焼け野原になったところから、たった19年で世界に誇るオリンピック、これを開催するほどに、私たちの日本民族精神、大和魂、生きていたことをね、その原石が今の社会、今どうですか？我が国の政治家の言うことは、岸田総理筆頭に、家から出るな、外には行くな、遠くに行くな、戦争でも始まったような、このような言動だけが聞こえて、私たちの身の回りに身近にいるはずの市長や市議会議員の姿など、
これっぽしも見えてまいりませんに。おかしな、不思議な、変な国になっていると思いませんか。そういうところでね、東大阪の来年度の予算が2060億円と出たこの中に、我々東大阪の人口は50万5000人ぐらいなんですね。50万5000人といったら、鳥取県はね、鳥取県だけでだいたい人口が62、3万ですかね。ということは、それをちょっと縮小したぐらいの町なんですね、東大阪市というのは。ね、50万市において2060億円の予算1年間ですね。ところが、現在の野田市長になってから、箱物建設ですよ、皆さん。ね、1000億円を超えているわけなんですね。この中には、大変市民の知らないおかしな不思議な政治が行われているわけなんですね。このような中で、昨年行われたおかしな入札を、私が今徹底的に調査を行っているわけなんですね。そしてそれをこの維新の会東大阪として改めて、私が17年前に団体として設立して総務省へ届けを出しているこの看板、これを全面に出して徹底的にこれから政治行政、そして私のターゲットは各都道府県の知事や市長、さらには市議会議員、県会議員、これに目を向けて残された人生、徹底的にまっすぐに進んでいこうと思っているわけなんですね。前にも何回か皆さんにね、お話したことがありますね。私はね、このような愛国心に目覚めたのがね、人から習ったわけではないわけなんですね。私の本業は、何でも屋、便利屋なんですね。今でも新聞各社のあの広告代理店の人たちですね。この人たちは私のことを便利屋の元祖と呼んでくれているわけなんですね。私がこの便利屋にね、職業を選んだのは、誰に教わったわけでもなかったわけなんですね。私は何回も皆さんにお伝えしたように、長い間18からね、36までね、大型トラック、これで日本全国を走り回っていたわけなんですね。つまり職業ドライバー、大型ドライバーなんですね。ここで今ね、このような活動するね、男になっていた。そしてこの墓ね、私が活動家皆さんに誇れるのはね、誰にも負けないだろうな。今のね、大型トラックのドライバーの皆さんや、全国のね、何十万人、何百万というね、人たちのドライバーにも、私は絶対に負けないだろうなというのは、まずね、この日本人でも数少ないのではないかな。それは何かと言いますと、私は47都道府県、1700市町村ではありませんが、47都道府県、すべての
都道府県にトラックで足を踏み入れた政治家ですね。ところがなぜかね、気がついたら、あの平成11年の、今から平成20年20何年ですかね、東南海向こうの、東北大地震ね、あの時の宮城県と福島県、気がついたらね、なぜかね、宮城県だけ一度も行ったこともなければ足を踏み入れたこともなかったわけなんですね。他の46都道府県はトラックでね、必ず一度は行ったか、そしてその県で通るときに国道の横にある食堂で食事をしたか。皆さん、トラックに乗っておられる人たち、そしてまあね、いろいろ出張のある方もおられると思うんですが、47都道府県足を踏み入れたという方がこの日本国に一体何人ぐらいおられるというんでしょうね。私は仕事柄で47都道府県北海道から沖縄までトラックで制覇した、正確には46ですね。47、あと1県は宮城県だったのですが、これにはね、私がトラックをやめて、職業ドライバーをやめて便利屋になってからね、仕事の依頼でなんと宮城県仙台空港へ行く用事を仕事として受けたことがあるんですね。その時初めて47都道府県、この日本国すべて私がね、トラックで通って、必ず私はね、その県、初めての県に行った時にはね、通りで車を食堂に止めてね、そこでね、昼飯食べたり夜ね食べたりしたもんですから、すべてのところに記憶が残っているわけなんですね。そして国道の名称ですね。国道1号線から100号線、100号線から200号線、200号線から300号線。これ、ただ国ができた順番につけているのではないですよ。皆さん、この国道というのはね、ちゃんとつけられている規定があることをご存知ですか？できた順番に1号、2号、3号、4号と作っているのではないんですよ。ね。これにはね、規定があるんですよ。国道としての。ね。なぜ、道が広いのに、100何号線、200何号線、300何号線と、ね、こんな一級国道、ね、1号線より広いようなところが国道だというところはたくさんありますね。そういうところはなぜ200号だ、300号だ、線と。ね、これにはその意味が、ね、あるのは、もう私ね、また行くの間の時にね、お話ししましょう。さあ、この維新の会、私が3月1日にお披露目をする、ね、この維新の会東大阪、この団体をもってね、これから改めて役所の不正、市長、ね、庁、行政庁の不正、行政ですね、さらには政治家の不正、そして利権にたかっているやから、この連中らの調査をね、私が知り得る方法で、知り得た方法で徹底的に調査をしていこうと思っているわけなんですね。そのために私がこの1週間ライブをお休みしていたのはね、ここに今ね、これだけの、これについてのね、看板
ね、まずお披露目するときにこれこのものですね、これ今制作中のね私の原稿なんですね。これ今何枚あるかと言いますと、現在25枚の原稿これ作っているわけなんですね。この原稿には東大阪のある入札に関わる、昨年行われた入札に関わるおかしな不思議な変な入札、この疑惑に切り込んでいこうと思っているわけなんですね。ですからこのようにして私がね今原稿を作っております。これが東大阪の市民の皆さんには必ず、これは何だ、これどういうことだ、これは本当だろうかということを、当然これはドキュメンタリーとしてね、フィクションではありませんよ、ノンフィクション、事実として、おかしな不思議な、ここですね、この第1ページに出る東大阪市民の皆様へ緊急速報、野田市長のおかしな不思議な変な入札と実態と事実調査をもとに、その真相を市民の皆さんに報告いたします。このようにスタートする原稿なんですね。そして速報、このようにしてこれをね、この原稿、多くの人たちが目にするところに、私が借金をして大きな看板として26枚、コンパネですよ、コンパネといったら1800-900ですね。これ横に14枚並べますから、まず1814枚横にして並べて、それを2段にして、それに皆さんが車でその前を通られてもよく見えるようには、大きなこの A4 のこの原稿をコンパネ1枚の大きさに拡大するわけなんですね。かなり大きな看板になります。それを24枚、さあ24枚この原稿を皆さんが読まれたら、この中に書いてあることをね、まずおかしな不思議な変なことが分かってくるはずなんですね。そしてまだまだこの裏に隠されているその事実とね、真相の違いを皆さんにこうしていこうと思っているわけなんですね。さあそのような中においてね、今日朝の朝刊に三重県の伊賀市においてどうも殺人事件が行われた、4年ほど前に殺人事件があった、その犯人が逮捕されたという事実が今日の朝刊に掲載されてあったんですね。ところがどうもその殺人を犯した